続き。ここ行きたいんだよね。これそのうち行けるようになるのかな、このサイト。いやー、もうチャレンジングパズルになれたワールドでなんたらかんたら、はい。6まで行くとショートカットを開けられるって言ってるから、6開けると嬉しいなって感じで、基本バギオキューブ。オンシフトとグラッツァボックス、どれだ。どれだ。これか。これなんだ。なるほど。このグラップザボックスっていうのはどういう感じで、横にあるときだけか。まあいい感じになればいい感じになるんだろうな。いい感じになればね。よし、じゃあ3ならいけますかね。あ、なんかいけそうかも。ずらしたからね。雑雑雑。こういうことでしょ。あとはアクション精度。早いんだよこいつマジで。逆じゃないかな。だとまあいいんじゃない。当たってねえだろ。これだってスピード遅くしたってどうせ駆け抜けるだけだからあんまり関係ないんだよな。ダメかも。これダメだね。3個かけ、なんでこんな苦戦してるのか分かんないぐらい苦戦してんな。なんだこれ。こういう感じの方がいいのかな。当たってんのかよ。いや、ちゃんとやれば解けるな。ちゃんとやる。ちゃんとやらないと解けない。これいける?いや、ちょっと最初きつくない?これは、いや、きつくない?手前から奥に向かってウェーブにならないとダメだから。そうそう、そういう、そっちそっち。こうじゃない?こう、こう、こう、これ、これ、これ。この形ならまあいいじゃない?これスピースやシャドウ。いや、ベロシティスティーズアンチェンジと。あ、そうだよね。放り出されてるキャラクターに変化したらそのまま放り出さ、あれ止まるんだ。アンチェンジとってなんだ。本人の方のベロシティがそのまま受け継がれるんだ。キャラクター変わったから。あいつで押し込んで、そうだね。でこれ何が嬉しいんだ。
下行けんのかな。ボタン間違えた。掴むボタンどれだっけ。掴むボタンどれだっけ。掴んでるけど動かない。これなんで。これさ、自分の頭の上にボックスを置くっていうのが正解じゃない。2倍速になっちゃう。クローンの上に置いて移動を。あ、そうだそうだった。あ、じゃあ無理か。むちゃくちゃか。ボックスをあいつらの上に置ければ。いや、それはできないのか。できるんじゃない。手前にこいつがいて、うん、できないか。あー、なんかこれこのまま下くぐり抜けいけるかもしれんの。なんなんだそれは。なんなんそれは。それはどういう当たり判定なの。なんだかわかんないけど、とにかくもう軸がっていうか、あいつの圏内に入ったら即アウトとみなしてるのか。絶対あいつのいない空間にやらないとダメってこと。今のね、こうやって飛んでる時に下のやつが右に向かってクローンぶち込めればな。あー、ダメだ。なんだもうそこだ。死んだ判定なんだ。多分意図したこととは違うことをずっとやってるから、まあ、苦しいだろうね。そりゃこの状態、自分が浮いてる状態になるんだ。なんでこれクローンにそのまま乗ることもできるしな。あ、なんだそれ。なんだそれ。でもダメでしょ。あいつ多分同じだもん。だってだからなんだ。そうなの。そうそうそう、それはそう。何をしようとしたんだっけ。軸があるとダメなんで、加速できるスペースがある状態で投げ これさ、何を死んだ判定にしてくれてんの。何が死んでんだそれの。分からん。石に潰されてるからアウトなのか。そんなことなかったよねさっき。あーね、これ理不尽、アクションゲームで理不尽が出てきちゃうと一瞬で理不尽な評価になっちゃうからきついよね。駆け抜ければ大丈夫。自分はクローンに当たり判定はない。あいつと縦軸がアウトシーの。これさ、下投げ込んでもいいわけだもんな今。ああ、それじゃない。箱がある分あいつを投げ込めるっていうことじゃない。ここに何それ何それ。
あ、何それ、ちょっと待ってよ、そんなことある、可能か、めっちゃ無理じゃない、てか押せない、何がやりたいのかもうわからなくなってます。高さがあると投げ込んでもいいなと思ったけど、投げ込む時点で高さが消滅するんじゃいって話ね。でこの高さだとクローンは投げてここにちょうど降りればいいな、なん、あーそれ、あ、あれそれじゃないの、それなんちゃうんか、なんで今クローンジャンプしたんだ、それだな、これだな、これでした。リフター2、これは、あ、え、なんだこの難易度の違いは、シーソー2、二人いるからな。どのぐらいの、もう同じだもんね、ずっと同じだよね。これ2倍の重さになってて、え、なんでだ、さっきの なんだろうな、さっきの現象なんだ、どっち上げちゃう、これ何、これ なんでそうなの、たまにすごいジャンプするのに、あ、2つ乗っかるか、落下2つ乗っかると2人分で、あの力が今1人分になって、2人分をさらに倍であっちに持ってきたいんかい、向こう、いやきついな、どうやりこの箱がこの箱をどうすればいいかな、だんだんスピード速度落ちてるのかな、違うだろうね、なんか分かりそうで分かんないですね、自分が2人と箱1個の方がいいのかな、じゃあこっちは箱だけで、こっちに2人いたり減ったりみたいなのできないのかな、できないか、ちょっとだから2人がかりで踏んで1人減らして、これを2人がかりで踏んで1人減らして、めっちゃくちゃ、あ、これじゃあ上に星あるわ、なんかわかる、それは
まあまあ取れるよってことは分かったからいいや。もう今まで取ってないしね。ボーンディスポーサルエクスパート、これあいつらは足場があると飛び越えるんだったよね。ここにプレイヤーを置いて、ここに足場を置くことによって、奴らはここに来るから、これをですよ、まあうまく下ろせばこうなって、うーん、面白いじゃない。Take me higher. 二つ。一番下に自分じゃない。ギアが。下の1個も欲しいな。これで、あ、でもできるんじゃない？ダブルジャンプじゃないのか。ダブルジャンプ？自分が下にいて、サブが上にいる状況ってある？上にサブがいて、これを私の頭の上に乗っけられるといいな。できないんですけどね。こうすると乗るけど、この状態で私のあの上に、あの上にサブは置けないしな。下にいるときに作れるのかというと、箱1個乗っけてきてるからできないんじゃないかな。あれ、いや、うん、関係ない。こうした後にか、こうやった後にあいつに変わればいいんだ。こうだ。簡単だった。コンタクト。パズルゲームっぽい感じになってない？なんか。で、あいつは上に行くんだが、あ、はい、そっか、え、お、わからないじゃん。これは一番難しいよと言ってるな。じゃあ解けないかも。ここは一人で登り降りできるんで、ああ、登り降りできるんだから、自分の頭の上にブロックの系のやつできるんじゃないの。なんて言ってたっけ。これを作っ、ああ、マジ。ダブルジャンプはできないもんな。
どうやろうかな。箱を上に持ってこれないとクリアできないんだよな。箱を上に持ってきてるのに自分が上に乗ってる状態。やっぱり箱のし、むずいと思う。多分これは自分と箱が上に乗るっていうのをどうやって作るの。え、なんか死んだ、なんか死んだぞ。ここは使えないのがヤッピーですね。あれ行くじゃん、あれ行くじゃん、行くけどこれは意味あんまないんですよね。それができたときに上に人いないとダメだから。あれ、ここでこう、ん？ここでここにいたらいいんだ。それダメなんじゃなかったっけ？あれ、これできんの？なんで？これができるのなんで？半分よりもみたいな、なんか勝負やってるっぽい。これできてもなんだ、これできて嬉しいんだっけ。できると嬉しいんだっけ。いや嬉しいのかな。これをした時に上の子は素早くあのボールをキャッチできたら上に登れるんだろうか。まず私左に右に向かって進む方法が合ってんのかって感じだけど、こんなの。これをジャンプして切り替わって持つ。あ、ダメだこれ。ダメでした。同じように落下するからダメなのか。じゃあ今日はここまでにしましょうか。分かりづらいけど次は赤色に入ればいいんだよね。でお疲れ様でした。